この本はその脳性麻痺という身体の特徴がですね、何かこういう意思を持って動こうと思えば思うほど体がこわばってしまってうまく動けないっていう特徴があるんですね。でそれをこう起点としながら、それをスタートとしながら、こう普通はその動きっていうのは意思を持って、で意思に従って体を動かすっていう順序で動きが生まれるというふうに思われがちだけれど、その意思を持とうと思ってば持つほどうまく動けなくなってこわばって緊張してしまう、そういう身体がどのようにしたらその自分の身体を自分の動きと呼べるものを持てるかっていうことについて書いた本です。で、その実際動きっていうのは自分の体一つで生じるものではなくって、自分の体と何らかのものであったり、自分の体と誰かであったり、そういったその関係から動きっていうのが立ち上がってきて、その相手とのものや人とのどのような関係からその自分の動きと呼べるものが立ち上がってくるだろうっていうことについて書いたんですね。その時にやっぱ関係、どういう関係が大事かっていった時に今回書いたのはその監視する関係っていうんでしょうか、あれ監視したり監視されたりする関係で、その実は自分の動きを監視するっていう構造こそが私の動きをこわばらせるっていうところがあるんですね。だからその眼差し、そういうふうに自分の動きを監視したり監視されたりする関係ではない関係を模索する中で徐々に自分の動きが立ち上がってくると、言ってみれば横並びの関係というか、物や人との間に横並びの関係を持ってお互いの動きを拾い合うような関係の中で徐々にこう私の動きと呼べるものが立ち上がっていくプロセスっていうのを見ていきたいなと思ったんです。で、そういう横並びの関係っていうのは基本的にはやっぱり気持ちよさを伴うものなわけですね。何かこう自分の中で解放されていくような感覚っていうか、許されるような感覚で、そういった関係の中で初めてこわばる身体が少しほぐされていく、こう弛緩していく、そしてその動きを立ち上げる余白が生まれる、そういう、ある種の官能を伴う、官能っていうのはこわばった身体がほどける官能ですね。で、そういう横並びの官能を伴う関係の中で初めて動きが立ち上がっていくプロセスを書いたんですね。そうすると必然的にその官能についてのテーマも触れることになるし、動きについてのテーマも触れることになるしっていうふうな本になっています。それで自分が経験したその十何年間にわたるリハビリの経験はやはり横並びの関係というよりもこれが正しい動きだっていうものが決められていて、それに沿うようにこう監視されるような関係だったんだけれども、そういう中ではやはり自分の体はどんどんこわばっていってしまって、うまくどんどん動けなくなっていた。そうではなくて、そういう監視から離れた状態ですね、そういう場所で初めて自分の動きが立ち上がっていくっていう、そういうことを書いて、